ヘッド岳は、沖縄本島最北部に位置する、標高248.3メートルの山、アンシュモリや、ヘドウウタキとも言われている。ヘッド岳は、アンシュモリ、石山とも言われ、2002年現在の国土、地理院発行の地形図には、ヘドウタキと表記され、その他に、ヘド先山と記されている地図もある。目先主義数は3名であるなら、 ヘドだけと故障を統一するのがふさわしいと述べている。安守リは、琉球国由来期に記されている、アフリガクや、与野区税学の総称で、周辺住民は、足向いと言い,い、また、ヘッドの住民はこの一帯を、うねがらし、特に南側の峰は、黄金森と呼んでいる。沖縄本島最北端のヘド岬から南西約1 5トルに、位置し、国神山地の北端をなす。 沖縄県国神郡国神村のヘドとニナマの大技にまたがる。上空から望む山体はほぼ楕円型で、南北に 1.2km、東西に 0.9km の範囲にわたる。ヘド集落から眺めると、4つの峰が突出した山陽をしている。西側と比べて、東側の標高が高く、最高点は 248.3m で南東部に位置する。 ヘド岳は、ヘド岬一帯に広がる、標高約70メートルの海岸弾球の上に、形成された、かつての海色崖からなる山体で、弾球面からの飛行は、約170メートルに及ぶ。頂上部は、高さ約20メートルから50メートルの垂直な崖となり、その外下には、傾斜角30度から40度の斜面が形成され、崖から崩れ落ちた岩屑からなる。 中国大陸の京林とほぼ同じ生因の東条カルスト地形が見られ、北側にはドリーネがある。地質は古生代ペルム期の石灰岩からなる本武層で、小城断層により、東部の新生代古代三期の年番岩や千枚岩からなる名護層に乗り上がっている。ヘドだけのふもとから流れるヘド大川はウッカーと言われ、中流では渡名川、下流では うざ川と呼ばれ、ヘド集落の水源として利用されていた。植生は、琉球列島の石灰岩自体で見かける琉球垣や、長見墓長寺が分布し、また、稲ヶ谷や、琉球金毛わらびなど、沖縄県ではこの一帯のみに自生している。風が強く吹く西側には、ソテ鉄や武蔵屋文などの風生林が見られる。2016年に新設されたヤンバル国立公園の、 特別保護地区に指定されている、琉球海白神話に現れる霊山である。中山予感によると、安守森とあり、琉球海白の祖とされる、天御子が最初に創生した歌記であるという、おもろさ牛には、安守森に降臨した神を歌ったおもろがある。ヘド集落から望むと、頂上部から四つの峰が突出していて、それぞれ、北から順に、伊部屋、千皿、阿風り、 死ぬくしと名付けられている。また、琉球国由来記によると、ヘドには、七やら、学、アフリ学、与やクゼ学の三つの歌記が記され、そこで、首里から派遣された使者が正月と九月に、琉球王家の繁栄、五国法上、航海の安全を願った。アフリ学に君眩心が現る際に、両さんが立つと言われる。両さんは、首里王府内で、アフリと呼ばれ、 古くから最高神とされてきた、君はシンの傘として、この神が出現する前ブれと言われた。また国王が即位する際にも、この山に現れたという。アフリガクから流出するヘドオ川は、琉球国由来期によれば、神明は、アフリ川とあり、この川から汲まれた水は、お水取りという行事に用いられる。第二直し王党の昇神王時代から、廃藩置県まで、 毎年5月と12月に行われ、また水を汲む際に、七やら学で供物を捧げた。王府は使者をヘドへ送り、国王と王子や聞こえの大君の長寿を祈願し、汲まれた水は首里へ運ばれた。琉球王国時代においては、首里城の元旦行事に、若水として使用され、廃藩置県後には中城御殿へ届けられた。1998年に、 お水取りが55年ぶりに開催され、水が首里城へ送られた。春天王とを最後の王とされる義本を葬ったと伝えられる墓が、ヘドだけの北陸に存在している。ヘド玉漁とも言われ、明治初期に第二直しによって改修された。1983年3月31日に、義本王の墓として国神村指定文化財に指定された。 七やら学入り口に、寛永21年と刻印されたと思われる、石道楼が2基ある。設置理由は不明であるが、1609年に起きた、薩摩藩の琉球侵略による戦死者を慰霊するために、混流されたものではないかとも考えられる。ありがとうございます。